の佐藤隼人をポールポジションといたしまして、隊列が今ダブルコーナーです。隊列は最終コーナーへとアプローチ。ヤマハ F1 ジュニアクラス予選に突入中。スタート切られました。スタート切られました。先頭の加藤隼人そのままキープ。しかし伊藤品第1、コーナーではインサイドを伺っておりました。2番手の伊藤品第1ニアピン、インサイド、いやアウト側から狙っていった選手もいましたけど、これも成功したような感じでダブルコーナーでちょっとリーワイドになりました。国民的4番手はドヤーマンに頭を広げて、かなり強力な選手になっています。第2ニアピン、インサイド、鈴木連に飛び込んでまいりまして、この中間くらいまで順位を取り戻してまいりました。鈴木連のスターティングの位置は11番手、現在ホームストレートを通過した時には鈴木連は6番手まで上がってまいりました。本番の中段の位置がこれを通過しましたので、皆さん未来上の式です。先ほどオープニングラップの時にも見事な発射を見せていたのはアウトリングスタリーでした。ラインを変えて皆さん未来上の式でしたね。レッドナンバー12番未来上の式、この後ろに鈴木に向けて出してきております。一層もう一戦い、ダニアピン、インサイド、ダニエスが飛び込んでまいりまして、どうでしょうか。オーバーテイクをすることに成功したかどうか。ホームストレートに戻りました。浅野選手の後ろで戻ってまいりましたね。左打ち7番手以上、その後ろに挑みましょう。だと裏を離れて先頭は加藤隼人、2番手伊藤世那、3番手福田清水、4番手は白井翔之介と鈴木選手の戦いです。タイムの方はというと白井翔之介の方が先ほどの周回は早かったんですね。さあどうでしょうか。ホームストレートに戻ってまいりました。白井翔之介は44秒455、そしてファーストは鈴木めぐみ、4番手5番手が白井翔之介と鈴木めぐみ。勝利を飾っております。4番手が来ました。5番手には白井翔之介、6番手に浅野選手、その後ろなんですが、プロファイターを借ります浅野選手の後ろ、津田龍一、その後ろが麻生太で、麻生太もですね、この動きを見ます。この周回2番手の伊藤世那は44秒3では、タイムの方はもうほぼほぼ戻ってきたので、それほど大きなものはなかったかなとは思いますけれども、11番フリットからスタートをしまして、もうすでに
何台発車しましたか。3番手まで上がってまいりましたので7台に押してきました。現在3番手、ダブル球体は4周になりました。